地の給水塔大図鑑の著者であり、全国約700基以上の給水塔を写真に収めてきた UC さんと大阪の給水塔を巡ります。日本で一番給水塔を見てきた UC さんはどんな視点で給水塔を散歩しているのでしょうか。給水塔散歩大阪編、ゆったり始まります。深い駅にやってきました。今から学校に給水塔行ってきます。こっちに見える、おー暑い。もうこの高架をくぐってちょっと歩いたらもうすぐにあるので、あ、そうそう、見えた見えた見えた、ちらっと。 UC さんは何回目ですか、はい、もう数えられないですね。おーすごい。あーおーっていう、すごい、から入っていくと一気にすごい。これはいいですね。いいですよね。これこの角度からこう見るとこれは素晴らしい。これはないですね。ないですね。ここはなかなか一列に全部揃ってるので、いやー、なんと見晴らしの良い、こういう感じで、いやーすごい、すごいですね。ちょうど今逆光になってるんですけど、太陽からこう後ろに照ら五光が差してる。五光を差す給水塔。形としてはこれはそう、とっくり型ですね。もう典型的な玉川住宅もとっくり型だったんですけど、うん、この頭とくびれのバランス感とかは全然違います、ね、そうです、そうです。玉川住宅は割とほぼ真ん中ぐらいのところにくびれがあって、うん、細い鋭角のこうなってると思うんですけど、こちらは割と上の方にくびれがあって、なだらかな感じですね。たくさん上げてくださってたと思うんですけど、おすすめ、ここをおすすめしてくださった理由って。そうですね、やっぱりこの3つ並んでいる、あの同じものが並んでるっていうのは他になかなかなくて、うん、しかも団地自体もこれからまた進んでいきますけど、すごいこう広いとしていて、ゆったりとした感じで、黒ひげ危機一発みたいにこう穴が開いてると思うんですけど、はい、あれが明かりをこう光をこう取り込むために、あ、なんかまあ多分電気もつくとは思うんですけど、はいはい、やっぱりこう自然光が入るように多分こういう風にしてる。あ、いや、こっちから見たらこっちから今度順光になります。向こう側から見たら順光になるので、ここあの特徴があって、その日よけが、西日よけ、はいはい、あ、あれテント新しく張り直してるの、多分手前のやつ結構新しそう、絵になりますね、すごく、ね、日本給水塔集会場勝手にで時計があそこにこう引っ掛けてある。本当ですね、引っ掛けてるっていうのも大丈夫なのかな、手作り感がすごい。あー、なんかでこう、あの囲まれてる感じになって、玉川住宅って基本こう、はいはい、平行に団地が並んでたと思うんですけど、ここはこういう風にその内側と外側でこう分けるような形で囲み型って言ってるんですけど、こういう配置になっていて、すごくよく色の感じも見えますね。窓あんな感じになってるんですね。多分鳥とか入ってこないように一応金具は入ってるんですけど、呼びかけるようなメガホンで、上に あれがついてるので、その今使ってるかどうか分かんないですけど、その時報とかを流したりとかっていうのはあるみたいですね。でこう上にこういろんな方向についてるので、団地のこういろんな方向に音が出せる、全方位呼びかけ、そう、割と結構給水塔にこれをつけてるところは多い。おー、いいですね。こっちもこっちはなんか鉄塔も奥に見えて、あ、そう、ね、いろんな種類の塔が、向こう側もあの団地の外になるので、あの右側はもう今ね建て替えをしていて、 あっちの工事してる、結構もう給水塔と同じぐらいの高さの団地が立ってますけど、根元があっち、いや、あっちもね、あっちもでも手前側、手前が奥側は多分触れるぐらいの感じになってると思います。一番近い、あ、触れちゃう、これ触れちゃうんですよ、これ私初めて、あの初めて触れます。ファーストタッチ記念すべき意外とひんやりしている、ね、の白い壁をここだけ見たら白い壁を触る本当ですね、これが給水塔とは思わない。そう、あの本で玉川団地の2号棟は触れるか書いてたんですけど、なんか、ね、できちゃったね、柵が抜き出し
これ本当に近寄ってもう真下から見上げられるという感じで一番近い。あ、全然違う。全然違う。あ、涼しい。ここでもうかき氷とか食べたい、見ながら。でここから、もうちょっと多分そっち側からの方がもう、あの、綺麗に、いや、いい。等間隔になると。確かに真っ先に来てみたいなって思う場所ですね。でいやありがとうございます。いや分かってもらえてよかった。いや本当にここはそうなんですよね。単体単体ももちろん最高ですけど、ここまで立派な大きいのがそうなんですよ。この距離で一挙に目に入ると。やっぱりその一個一個見ていくっていうのももちろん、うん、あの楽しみとしてはあるんですけど、うん、こうやっぱり3つ揃ってるとかその全体のあの佇まいというか、うん、それも含めてってなると。ここはすごいいいところですね。結構頭が大きいな。多分なんかタンクがすごい大きいやと思うんですね。あ、これいい感じの。あ、かわいい。結びよけが。こっちが坂西側で。あ、そう。今西からこう東に向かって歩いていってるんで。なんかこの街全体的にキュートですね。なんか。文字も、ああ文字もね、細くて赤くてここですね。あ3番で公園がこう、このエリア全体にあるんですけど、はいはい、ブーちゃん公園とかワンワン公園とかお馬公園とか結構いろんなその置いてある遊具とかに合わせて羊とか、で牛はモーモー公園とか、ね、結構ねいろいろそういう面白いのが面白い。あ、ここですね。あ、ありました。ありました。ありました。はい、見えてきました。あ、おなんかやっぱ団地の色に合ってますね。こう、そうですね。結構落ち着いたトーンの。落ち着いてますね。なんか不思議ですよね。なんか窓もあって、そうなんですよ。いかにも住宅地の中にあるのに、何なのかわからないとっていう、入れない。入れないし、わからないし。給水塔ってこと以外の説明は何もないっていう、うん、これねこう結構あの多分団地の中心の憩いのスペースで そこからこう給水塔が見えるっていう位置関係が、これはボックス型っていう、これボックス型、そうです、箱の形をしているのでボックス型っていう分類を、さっきは円柱状のとっくり型です、とっくり型ですね。あ、こうですね、いい順光いいですね。やっぱり人工だと色がはっきりしますね。色がそうはっきり見えるの でここはそこがあのドアが、ね、あるので、本当です ね入っちゃダメだけどもちろん。これもこういうデザインにしようとか、あそこに赤を入れようとか、そう考えた人が絶対いるんですよ。考えた人がが結構しっかりちゃんとあって人住んでそうかよりありますね。人住んでそうですね。これ細長いってところを除けばなんか屋上みたいなのね、屋上みたいなのもあるし、あ、そうですね、多分眺めは割といいと思う。やっぱ想像膨らむ形です。あー、かわいい。タイルになっている。新金岡公園。お、あ、来ました。来ました。お、あったあったあった。見えた。大きいですね。これが今までの、あの、給水塔と違って、はい、一番特徴的なのか、その一番下の部分。はいはい。ストンとこう、全部。はい。あの何もこうなんていうかね、基部というか、うんうんうん、の膨らみがなくてもそのまままっすぐこう地面についている。あそこはくびれの部分がブルーになって、あ、そうですそうです、ちょうど本当首元だけが色が入っていて、どうでしょう。来れてよかった。ありがとうございます。暑い中連れてきていただいて、こちらこそ添えてもらってよかったです。いや嬉しい。今日何本見たんだっけ。5本、何、5期ですか。
葉荘の産地と、そうですね、新金岡第一とで、この、金岡東ビーで、そうですね、5期5つ5期も見ちゃった。どこが良かった？一番ベストは、ベスト全部良かったよでもやっぱり八田荘の方はぜひっていうのがとっても分かりました。やっぱり聖地だなって思いました。なんか関西お住まいの方だったらまず手始めに八田荘とか行かれると、その存在感とかその面白さはにはやっぱりデビューにはいいんじゃないかと給水塔鑑賞デビューにはいい場所なんじゃないかなと。普通の普段周りに給水がない人は特にその、はい、なんかこう、うん、今まで見たことがないものを見れる見られるっていうのは八田荘はすごいあるかもしれないですね。いや私結構団地に対する興味も結構興味で増えましたそうです、ね、結構それぞれ違う団地だったので種類も今日はいい機会を本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではあのぜひ皆さん行ってみてください。お願いします。またね。はいはい